集団的自衛権の行使を認めるようにする閣議決定について公明党の井上幹事長は今の国会の会期内に党内をまとめることは困難だと自民党側に伝えました。私どもとして会期内ということをお願いをしているわけですが、公明さんが了承してくれなければそれは会期内と言ってもできることではない。その上で自民公明の両幹事長は閣議決定に向け与党協議を加速させる方針を確認しました。